南口入口改札口構造寺駅は愛知県春日市構造、寺町三丁目にある東海旅客鉄道、愛知環状鉄道の駅である。両者が校内を共用する共同使用駅であり、JR 東海が駅を管轄している。JR 東海の中央本線と愛知環状鉄道の愛知環状鉄道線との接続駅となっている。愛観線は東駅が終点であるが、 一部の列車が瀬戸口駅より中央本線経由で名古屋駅方面にへ、また名古屋駅より高蔵寺駅経由で瀬戸口駅まで直通する。また駅番号は JR 東海が CF09、愛観線が23。JR の運行形態の詳細は中央線を参照。島式ホーム3面5線を有する。3番線は1987年の 国鉄分割民営化直後に設置された。また、愛知環状鉄道の列車は一番線にのみ入線可能であったが、2005年日本国際博覧会開催に際し、会場へのアクセス列車であるエキスポシャトルの愛観線直通に合わせ、駅の中津川寄りで中央本線と愛観線の立体交差化工事が施行された。なお、三番線の島式反対側に当たる部分には以前は、 線路が敷かれていたが、現在は敷かれていないため、4番線は存在しない。ちなみに、本線は、名古屋方面が2番線、田島方面が6番線である。ホームへのエスカレーターは上下とも設置されている。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、新寮駅、上高寺駅を管理している。当駅では JR 利用時も、愛幹線利用時も、 同じ自動改札機を通る必要があるが、愛管線は2019年3月1日までとか、及び交通系、IC カード全国総合利用サービスが非導入であり、改札内に IC カードリーダーの設置もない。そのため JR を当駅までとかで利用して、愛管線に乗り換える場合、一旦改札口を出て、愛管線の乗車券を現金で買い直す必要があった。 2019年3月2日から愛観線にとか、およびマナコやスイカ、パスモなどの交通系、IC カード全国総合利用サービスが導入されたことにより、切符と併用する場合などを除いて、一旦改札口を出る必要はなくなった。夜間対白は設定されていない。校内の商業施設として、改札外の地下道などに名古屋ステーション開発が運営する、アスキ高造寺と総称する、 店舗群があり、春日ガ市が設置する、アスティ構造自市民コーナー市民ギャラリーのほか、コンビニエンスストア、ベルマート及び飲食店、ドラッグストア、書店など10店舗が入居している。特急の通過待ちや、快速の待ち合わせがある場合、上りは3番線、または5番線、下りは5番線に入る。名古屋方面への折り返し列車は、3番線、または5番線で折り返す。また、 愛知環状鉄道線の列車は通常一番線からの発車であるが中央本線から直通してくる列車は中央本線下りホームからの発車となる。逆に愛知環状鉄道線から中央本線名古屋方面へ直通してくる列車は一番線から発車する。2005年は愛知万博の開催年である大規模住宅地の最寄り駅として春日市では最多の利用者数の駅である。 また JR 東海管内の中央本線、名古屋市内各駅以外でも最多の乗車人員を誇る。南側に商店街が広がる。北側は商店が点在するものの、高蔵寺、ニュータウンが隣接しているため商店街などは形成されていない。北口バスターミナル一般路線バス改札口と北口は地下道で結ばれており、4、5番乗り場からはエレベーターが利用できる。 なお、北口バスターミナル内には、名鉄バス高蔵寺インフォーメーションが設置されており、名鉄バスの定期券やマナコの発売を行っている。ユトリートライン一般路線バス一般路線バスカスガイ、シティバス、ハートフルライナー、東海旅客鉄道 CF 中央本線、快速多治見駅高蔵寺駅カスガイ駅普通、低密寺駅高蔵寺駅新寮駅、 愛知環状鉄道愛知環状鉄道線中、水野駅高蔵寺駅、ありがとうございます。